疑問に思ったのが、はい、こんなにいるものなんですか。周りもほとんどニックスの人になってきてるかなと。ほう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 。何屋さんかな、電気屋さんかな、皆さん考えてみてくださいね。サムネでわかるかな。はい、ってことで前向いてもらっていいですか。お疲れ様です。お疲れ様です。インスタで工具好きという名前ですね。はい。で活動されている方で、職種が珍しいんですよね。そうですね。何屋さんですか。エアコンのクリーニングを専門としている会社になります。こういうパッケージエアコンとか、はい、ルームエアコンとか、まあ、どんな施設の大きいエアコンとかでも基本的には何でも大丈夫ですね。ちなみに今はその会社で、はい、なんていう会社ですか。株式会社オンヤという会社で、オンヤというところでやってて、はい、基本的に堀内さんがそのお客さんとやり取りしたり、そうですね、窓口やってるってことで、はい、まあ、今日ね腰道具の紹介見てもらって、エアコンクリーニングのね依頼があれば概要欄に貼っとくんで、まあ、また最後に告知しますけど、そちらも見てくださいということで。お願いします。そしたらこれちょっと外してもらって、はい、ゆっくり見ていきましょう。洗浄屋さんの腰道具ということで、僕はね電気屋なんで、こう洗浄屋さんの腰道具っていうのをちゃんと見るのは初めてなんですけど、ちょっと疑問に思ったのが、はい、こんなにいるものなんですか。ちょっと洗浄屋さんの中ではつけすぎぐらいかなとは思うんですけど、 ある程度もほとんど使うものかなとは。はい。洗浄屋さんっていうのは腰道具がするものなんですか。そうですね、高所の作業が多いんで、まあ、腰道具があった方が絶対的には便利かなと思います。その中でもニックスってどうですか、珍しいんですか。最近めちゃくちゃ増えてきました。あ、その洗浄屋さんの中でも。はい。へえ。もう周りもほとんどニックスの人になってきてるかなと。ほう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 。そんだけニックスってなんかこういろんな職種の方に人気があるんですね。うん、そうですね。初めからニックスやったんですか。最初はもう寄せ集めの腰道具で、そこからもう工具屋さん通ってこれがいいっていうので、はいはいはい、へえ、もうずっとちょこまかちょこまか集めた結果これの完成形かなと。今ちなみに経験というか何年目ぐらいなんですか。はい、今で8年目ぐらいですかね。あ、8年目ぐらいで、まあ、初めはその会社から支給された、はい、そうですね、まあ、よくある寄せ集めの腰道具を渡されるわけですね。そうです。でそこからニックスにこう変えていき出したのはどのぐらいからなんですか。そっからもう1年も経たずにすぐ集め出して、あ、今、まあ、完成してきたっていう感じなんですね。じゃあゆっくり見ていきましょう。はい、これは腰当ては田島の、そうですね、田島のクッション、はい、これも結構質問が多いんですけど、どうですか、クッションの方がやっぱいいんですか。これのいろいろ使ってきたんですけど、やっぱこれが一番こうずれにくい、フィットしてる感じはあるかなと。ずれにくいと。カーブとかストレートとかは。ストレートは使ったことないんであれなんですけど、はい、これはカーブですか。そうですね。ウエストが細い人はカーブの方がいいらしいですね。あ、なるほど、聞きます。へ、でこのベルトも田島の黒。そうですね。 S M かな。あ、ちょうど見えまあまあ S が M かなってことで、はい、で右利きですかね、左利きですかね。右利きですね。右利きということで右から見ていきましょうか。はい、早速出てきたのがここにカラビナで黒金のこの限定のやつですね。そうですね。これは8ですか。それは7。7なんていうのはなかなか僕ら使わないんですけど、何に使うんですか。7はね、エアコンばらすときにやっぱこう7のボックスが絶対必要なところっていうのが、ファンが止まってるナットやったりとかが、はいはいはい、この7番っていうのが多いですね。これをこれにつけて使うんですか。そうですね、これにつけて使えるし、まあ、このままもいけますもんね。はい、カラビナがあって、ここは何を普段かけるんですか。ここは今もうちょっと見栄え重視なだけでみんなつけてるし。そうですね、このプレートはその何になるんですかね。サスの L サイズのプレートです。はいはい、全部サスの L なんですね。サスの L です。サスっていうのは銀色だけなんですかね。ゴールドのなんかメッキみたいなやつもあったかもしれないですね。これを4連ぐらいにして、はい、これは鉄かサスか。そうですね、ちょっと分かんないんですよね。ちょっと混ざっちゃってるんでこういう感じで4連になってると、はい、
思ったのがね、黒銀となってここは銀ばっかりじゃないですか。はいはいはい、はい、それは何かこう意識して、ね、勝った時にこの黒がついてきたんで、あーバリに、そうなんですよ、だからもうちょっと入れとこうかなっていう、はい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 これらに元からついてたやつをちょっと散りばめてるみたいな感じですね。そうです、はい、そうです。でこれが赤タグのこのカチャッとできるやつで、はい、でこちらに来まして、 L のプレートにこのインパクトのやつを上につけてる感じですか。そうですね。インパクトは使うんですか。インパクト使います。これだけじゃなく容量大きいものになってくると、はい、ボルトが大きかったりするんで、あちょっとそういうパワーが必要な時とかはもうそこに引っ掛けてやってしまうことが多いかなと、はいはいはい、そしたらここにインパクトをつけて、はい、このカッターかっこいいですね。そうなんですけど、もうどこのメーカーなのかも覚えてないような黒と金でめっちゃいいですねこれね。ここも黒やったらいいのになって感じですね。ちなみにこれはバリスティックです。これは何バリスティック。これもバリスティックですね。これはバリスティックじゃないんですけど、バリスティックは出る前に買ったんで。へえ、これもバリと普通のがあるんですか。みたいです。僕も持ってるの多分普通のですね。デンドラボールと、はい、これも限定ですか。最近出た色なんで。あはは、普通の、はい、もう6本目になります。6本目それは壊れていくんですか。新しいの出たらすぐ買っちゃうのと壊れてしまうの。ベッセルのデンドラボールと、これもベッセルですかね。そうですね。は貫通の。叩いたりすることもあるんですか。まれにやっぱり硬いものがあったらちょっと叩いてみたいなんで。手動のドライバーは使わない。手動のドライバーは基本的には使わないですけど、もう手動で使うときはこれこのまま手回し、あそれでしてしまうかなと。で次こちらに来まして、こちらも4連になってるんですね、はい、でここはモンキー、はい、モンキーはエアコン の、 あの冷媒外すときですか、もうあるんですけど、ファンのナットを外すときは基本的にもうこういう電動を使わず手で回す。壊れるからですか。そうですね。へ、壊れやすいんでそこだけはきっちりと。じゃあ17とかの電動でもいけるけど、はいはい、その機械を壊さんために、そうですね、確実に手でいくためのモンキーが1本入ってると、はい、業者によってはちゃうんですか。業者によってはもうインパクトでバリバリバリっと締めてしまう人もいてるんですけどはい、はい、やってしまうと取り返しのつかないような、ね、仕事のこだわりですね。富士屋の黒金のペンチとニッパ。洗浄屋さんはこのペンチとかニッパ使うことはあるんですか。たまに線抜いてしまうときとか、あとはまあ印紙ロック切ったりすることがあるので、ああ、そういうことね。はい、ペンチの方があんまり使うことは少ないかなと。ああ、ペンチの方が頻度は少ない、はい、そうですね。確かにね。工事もされるんですよね、洗浄屋さん。工事も多少使いますかね。ちなみにその工事っていうのはエアコンの取り付けですね。そうですね。その電源線切ったりニッパー使ったり、はい、業務用やずん切り修正したりするためにこれになってるのかな。そうですね。これ便利ですよね。便利です。3部のつん切りを修正できるやつということで、はい、ペンドラ、はい、このペンドラもこれも両方入れてる人珍しくないですか。洗浄屋さんではまあ必須と言うてもいいぐらいなんですね。はい、でもなくみたいな。どこで買ったのかも覚えてないような、はい、あと1個で仕事終わんのにっていうとりあえず面白くしたいです電気屋を。